ナコオンサワン FC は、太陽国のナコオンサワン県をホームタウンとするサッカークラブ。2001年と2003年にプロビンシャルリーグで優勝した。2007年にプロリーグが、タイプレミアリーグに吸収されると、タイディビジョン1リーグに加入した。2008年は降格圏の15位に終わったが、ディビジョン1への降格が決まっていた、バンコクバンク FC がリーグから撤退したため、 高格権の4チームによる残留プレイオフが行われた。ナコオンサワン FC は、初戦でピッサヌローク FC に勝利したが、大本大 FC に敗れて2位に終わった。しかし、ディビジョン1への昇格が決まっていたアーミーウェルフェアデパートメントもリーグから撤退したため、2位のナコオンサワン FC もディビジョン1への残留が決まった。2009年は、ディビジョン1で再開に終わり、 リージョナルリーグディビジョン2に降格した。ディビジョン2では北部リーグに加入。ありがとうございます。